江戸川乱歩の傑作として、これまでにも映像化されてきた屋根裏の散歩者、7月23日公開。江戸川乱歩エロティック、シリーズの第3弾となるが、劇中では期待に違わぬ濃厚な並ぶシーンが満載だ。とある下宿屋で起きた青年医師の殺害事件をめぐって、彼と肉体関係にあった2人の女性との愛憎劇が綴られる本作。青年医師、遠藤の婚約者で大病院の令嬢、直子役を演じる間宮祐希は F カップのバストだけでなく、メリハリのある見事なボディを惜しみなくさらけ出している。また、遠藤の患者でもある女子学生、照子を演じる木島のり子は、遠藤に激しく反される過激なラブシーンに挑戦し、細身のボディとはアンバランスな E カップの美乳を披露する。実はこの二人、女子高生による SM 拷問ラブ、コメディちょっと可愛いアイアンメイデンでも共演し、木島が部活の先輩役の間宮を拷問するなどハードなシーンに挑戦していたが、本作でも男を交えての3人での無夫婦なシーンまで見せてくれる。間宮は日活ロマンポルノの28年ぶりの復活作となる、風に濡れた女、冬公開予定、でヒロインを務めるなど、今後も注目の一人。まずは本作で、その死体を堪能してみては。